おはようございます。今日も見てくださりありがとうございます。ウインナーに切り込み入れたね。そしたらね、ちくわは縦半分に切って、焼き目を内側にして、端からくる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 って巻くよ。そしたらね、巻き終わりは両サイド爪楊枝で留める。で、真ん中からね、パコーンって半分に切るよ。で、分量はこれね、もう大体で。このオーロラチーズも美味しいもんね。でね、これは豚肉に軽く塩コショウね。そしたら小麦粉をまぶすよ。でも今日はこれをさ、こんなザバザバザバってしてもやってるけどね、いい、気にしない。でね、今日の卵焼きはね、昆布だしの卵焼きね。もうほんとこれは簡単だし、美味しいし、焼いた時のね、綺麗な鮮やかな色が出るからね、お気に入り。何より簡単っていうのがいいね。そしてさ、ここ何日か天気が良くて、今日も朝からカンカン照りなんだけど、今日はね、なんでか知らないけど、すごい風、もうゴーゴー音を立てて吹いてて、台風みたい。ボーン、ボーンってね、すんげえ音してるよ。なんだろうね、なんでだろう。まあね、私は体が大きいから飛ばされる心配はないけれども。まあでもほんとすごいの、風が。もうびっくりしちゃって、もうなんか6時前からすごい火がカンカン照っててさ、天気が良かったんだけど、まあ、わざれか風ねーって、台風ごちゃんねーって言って話し方だったけど、ほんとね、強風っていうの、春の嵐、かろうじて5月まで春だもんね、一応ね。で、6月から6、7、8が夏になるのよね、確かって確かに私の記憶が正しければそうだったはず。で、そのさ、夏が来る前にね、梅雨が来るね、ふーってなるけどね、まあしょうがないよな。来るものに来る夏植えない、特に自然が相手だし。本当に今もすごいね、ゴーゴー音を立てて風が吹いてる、すごいよ。で、これでね、卵焼きができた。そしたらさ、このくっつかない、なんだっけ、これね、これを敷いてね、ちくわは切り口の方から焼く。なんか私はね、切り口の方から焼いた方がね、くるくるって焼き目がね、可愛く見えるような気がするんだ。で、ちくわをね、裏返して、そしたらさ、ここの切り口のところにオーロラチーズソースをペローンって、たらね、もう一回これを裏返してさ、ソースが溶ければよーし。もうこれでね、くるくる、ちくわのオーロラチーズ焼きのできた。でもね、ウインナーもね、焼けてるね、転がっていったけど。で、油を熱して、そしたらまああとはね、豚肉を炒めるだけなんだ。でさ、豚肉はさ、うちこれ細切れ、もう細切れでも何でも冷蔵庫やら冷凍庫にあるに切れよしたからね。で、これはね、本当に炒めてさ、
作ってれば便利な自家製だれ、あれでね味付けをするの。もうね、鶏さんでも豚でもね、魚とかでもね、なんでもね美味しくできるから。で、確かどっかに分量はね書いてたね。これをね作ってるとね、ほんと便利で、ここでタレをブシャーってぶっかけて、でも炒め合わせてさ、しっかりこのタレを絡めて、これでね、あの豚のピリ辛炒めもできた。でね、これね詰めるんだけどさ、ご飯は段差をつけてるから、段差のところにこの豚のピリ辛炒めをどんどんどんってのせていく。まあほんと風の強いこと、何事かしら。ゴー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 。でこれね、ワックスペーパーで仕切って、カップを敷いて、ここにね、ナマス、これはね、晩ご飯の残り、私がね、アホみたいにね、大根をね、あれしたからね、えらいことになって、量が、びっくりびっくりよ。で、卵焼きは断面が見えるように詰めるよ。ほんとね、色がほんと鮮やかに出るのよね、このね、昆布だしはね。で、くるくるちくわね、そしたら隙間にねウインナーを詰めるよ。で豚肉にさ、ごまをパラパラパラっと振って、で、ミニトマトね。でね、今日はこれ、花ちりめんふりかけをした。で、自家製梅干しをのっけて、今日のお弁当の出来上がり。今日はね、豚のピリ辛炒めとかのお弁当でした。で、材料と分量、これね、また概要欄にも書いとくね。最後まで見てくださりありがとうございます。ではでは、良い一日を。